I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone. This is the continuation of Digimon Cyrus's Hacker's Memory. Please enjoy.
しだ。行け。なんとかなったね。Thank you.
私だ。犯人探しは順。そうか。カヤバも犯人ではなかったか。では次の。なぜそんなことを聞く？なるほど。私の情報の真偽を疑い始めたようだ。私と直接会って話もしたい。そうでなければ信用できないと言いたいわけだしだね。君は信用に値する優秀なハッカーに見える。いいだろう。直接会うとしよう。それでは明日、エデンのオープンスペースで待っている。正体のわからないハッカーの裏をかくにはどうすればいいかって？そりゃ、待ち伏せして罠を張るのが一番だ。基本中の基本だって。いや、ずいぶんと早い到着だな。先手を取っておいて正解だったよ。君が優秀なことは知っている。しかし私の裏をかくつもりならやめた方がいい。これは忠告だ。私も未来のビジネスパートナーを失いたくないのに。だが用心深いこと自体は悪くない。むしろハッカーとして、交渉相手として、歓迎すべき利点だ。よって君は、信頼するに足る人間だと判断した。おめでとう。合格だ。これは
そのお祝いだ。君を伝説の始まりに招待しよう。約束の時間にこの場所を訪れたまえ。今度はその悪魔の仮面を持って。では、周回参加が悪魔生誕祭なんだ。いいね、メモリアルだね。教えてあげるよ。あの方は巨大組織ザクソンの幹部でありながら、我らデモンズの主にしてよ。ハッカー界のリアルスター、 TK、 略して TBK サンバー。 OK OK、 Please listen。 本日は悪魔の悪魔生誕祭にお越しいただきまして誠にありがとうございます。おめつはオーディエンスがガンガン青木のスタールなんで、そこんたちがよブラッシッフ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 ッ。伝わる？このフッ。いつジョーク、いいかお前ら、てめえの秩序はクソくれ。俺たちは最高にクールで最強にロックだ。超絶イケてるハッカー集団、その名を立てよう。我らはデモンズ、アデモンズバクタク、おめでとう。
Yes, I can! Yes, you can! Hey, hey, so do you! You are the real deal, the real hummingbird! 500 枚をベストプライスで3枚できちゃうんだよ! Yes, I can! Yes, you can! Hey!スペシャルな任務として、あ、ちょっと待って、1枚進むね。ザクソンへのスパイ活動、5日間の旅をプレゼント for you! 何かあれば、すぐさまこの俺様に知らせるように、グランドさん。Kっていう謎のハッカーがお前のアカウントを買った犯人の情報をくれていて、そいつの一方的な誘いでデモンズのアジトに行ったら仲間だと勘違いされてザクソンをスパイするように命じられたと。はあ、なるほど、なるほどね。ってアホか、そんな 100% 罠丸出しなところに一人で行ってんじゃねえよ。どうせそんなことだろうと思っていた。バカ野郎が。これからは隠したりせず、何でも話せ。で、どうするよ、ユジ。まさか本当にこいつにスパイさせるわけじゃないんだろ。ひとまず、ユーゴかクイーンの耳に入れておく必要があるだろう。お前は、俺と来い。ザクソンフォーラムに行く。千歳、お前は？はいはい、K の調査しよ。わかってるって。こっちは任せな。ユーゴもフェイも不在のようだな。仕方ない。探しに行くぞ。ここにいないということは、おそらくクーロンの見回りに出ているんだろう。クーディエがザクソンに敵対したと誤解されたくない。スパイの件は早めに知らせておいた方がいい。二手に分かれるぞ。ユーゴかフェイを見つけたら連絡しろ。
さあ、行こう。なんとかなったね。Thank you.
開始だ。効果しかなわない。危ないな、気をつけろ。どうした？まるで幽霊でも見たなんてな、冗談だよ。最近そんな話ばっかりで参るぜ。その服、ひょっとしてお前龍神とかのハッカー？お、ああ、いや知り合い、名前を知ってるだけさ。あいつらは有名だからな。元柔道だし。おいおい、仲間のくせに柔道のことも知らねえのか。あいつら、昔のことは何にも話してねえんだな。柔道のことが知りたい？いいぜ、教えてやっても。まあ、俺も人から聞いた話くらいしか知らねえけど、そのくらいでよければ話してやるよ。俺も最近のあいつらのこと聞きたいしな。いや、なんでもねえ。来いよ、歩きながら話そうぜ。後悔するぜ。急げ！逃げるぞ！効果しかなわない。オタク、ハッカーになったのは最近だろ。だろうと思ったぜ。雰囲気もそうだが、何よりデジモンプログラムを持ってるからな。ユーディオのやつらもそいつを使ってるのか。へぇ、まだ昔と同じロートルのやり方にこだわってるのかと思ってたぜ。人は変わるもんだな。いつの間にかザクソンの傘下にも入っちまうし。おっと、悪い。柔道の話だったよな。柔道が活動していたのは数年前のこと。その頃はまだデジタルモンスターなんてもんは知られてなくて、ハッカーは自分たちで作った独自のツールを使ってハッキングをしていたんだ。その中でも最も規模が大きかったのはハッカーチリーダーの名前くらい聞いたことあんだろ。真田新っつうんだけど、まあいいけどよ。柔道は規模もでかかったが、何より一人一人の技術力が高いチームだったらしい。
そいつらの中でナンバー2を張っていたのが、お前んとこのリーダーの三島隆二。真田新っつうのは技術はあっても、今、無茶するやつだったみたいでさ。隆二が補佐官として、やつをフォローしていたんだ。実の兄貴みたいな感じにさ。ナンバー3は今一度せ。こいつも知ってるよ。昔から人当たりが良くて、でけえチームの摩擦を軽減する軽そうに見えて、人のことをよく見ているやつです。他にも独自のマルウェアを構築できるハッカーが何人もいて、つまり柔道は生産性、機動力、どれをとっても最高のチームだったってわけだ。あくまで聞いた話だが、柔道をレジェンド楽しめていたのは規模のデカさじゃ、あいつらには信念があったんだ。明確なルールがあったわけじゃ、誰一人ハッキングを悪用しようとはしなかった。あくまでも自分たちの技術を高めるため、好奇心を満たすためにあいつらは行動していたんだ。アンダーゼルも、そんなあいつらだからこそ突破できたって俺は思うぞ。聞いたこともねえか、アンダーゼロ。エデン創世記から存在するコアサーバーに、これまでのエデンに刻まれた全てのログデータが保存される。つまり事実上エデンの最高峰セキュリティを要塞。そこを落とせば、柔道は名実ともにエデンで最強のチームになれた。なれるはずだった。あそこであんな奴が現れたりしなけりゃ。いや、なんでもねえ。ともかく柔道はそのアンダーゼロ攻略に失敗して、そのまま解散しちまったってわけなあ。次はオタクも教えてくれよ、最近のあいつらの。チッ、またこいつかよ。倒すぞ。こいつは放っておくとやべえんだ。オタク、そりゃよかった。じゃあ大丈夫、俺に任せな。なんとかなったね。なんとかなったな。クーロンでこいつに会うと気分が冷えるぜ。前にもこいつに襲われたことがあってさ。
スウェドって神城の研究員の家には、この化け物、あっちで起きている怪現象と関係があるみたいな。お？あのおっさんのこと知ってんのか？あちこちに現れんだな、あいつ。優れた科学者。相変わらず爪が甘いな、お前は。ニュージー、悪い。助かったぜ。勘違いするな。お前を助けたわけじゃない。何を油を売っているんだ。ユーゴとフェイは見つかったのか。危ないところだったね。怪我はない。ユーゴか。誰かと思うから、アンさんが最後。リュウジはともかく、最近ようありますな。ザナダアラタ。チッ、バラすんじゃねえよ。ま、そういうことか。俺の真田アレト、改めて。君が新しくフーリエに入ったし、なるほど、いい目をして。それに趣味も合いそうだ。彼を紹介するためにわざわざ会いに来てくれた。いや、報告があってきた。ユーゴ、ジミー・ケンがザクソンを離反したの。知っているよ。僕とフェイはその件を調べていたところなんだ。普段のメフィストさんのアカウントがいい。あれにもレモンズが関わっていたようだね。アカウント狩りで資金を集めて、一気にチームとして勢力を広げたというところだろう。調べが早い。この件は僕たちに任せてほしい。ここで弱腰を見せれば、他のハッカーチームに示しがつかない。エデンの秩序は僕たちの手を阻してみせる。力で押さえつけたエデンは守れないぞ。違反する奴が出るなら放っておけばいい。行動の善悪は誰かに決められるもんじゃねえだろ。それを見過ごせば、誰がハッカーの暴走を阻止するの。誰もが、かつての君たちのように己の信念だけで自分を律することができるわけじゃない。明確な規律は、どんな場所でも必要なものだと僕は思う。俺が言いたいのは、ハッカーは何者にも縛られるべきじゃないってことだ。大地、お前らのやり方は。黙っていろ、真田。リュウジ、お前ならわかるだろ。俺たちは。もう俺たちじゃない。逃げ出したお前がエデンのハッカーを語るわけ。ああ、そうか。彼と理解し合えないのは残念だ。あれだけ力のあるハッカーは。やつの話はこれでしまい。ユーゴ、こいつがデモンズの面倒に巻き込まれちゃった。ジミー・ケンからザクソンの情報を探るよう命令を受けた。彼フーディアのメンバーと知らずにスパイを命じるのね。ちょうどいい。では君はそのままザクソンをスパイするふりをする。
二重スパイをしてほしいという意味さ。デモンズで動きがあったら僕とエンドスか。いいわ、こいつは構わない。エデンで顔が知られていたらスパイの意味がない。それにクーリアの新人であれば信用できる。ユウゴハンがそこまで言うならしっかりお勤めしなはれ。フォーラムへの出入りは自由にしてくれて構わない。これで君も今日から我らパッカーの存在理由はデジモンプログラムの地域によってのみ証明される。それがエデンの秩序を守護、君が守護者としてふさわしい行動をしてくれることを祈っている。私は、え、何、Q というハッカーに心当たりはあるか。だって、いや、僕は聞いたことがないか。ヘイはどうだ。バッチも知りんせんなと言っても他の幹部が使うことに仕方のハッカーまで。そのハッカーがどうしたんだ。こいつも巻き込まれた面倒ごとのもとだ。おそらくデモンズのハッカーだと思う。何か情報が入ったら知らせてくれ。受けたもの。君たちには日頃世話になっているからね。君は悪質のハッカーに偽設されたら僕の絵が言葉を尽くさないから。暴走するハッカーがどれだけエデンの暮らす者を苦しめているか。真田新が言うように、僕も根本的にハッカーは自由であるべきだと思っている。しかし自由にはたくさんの解釈があることも事実だ。その答えは君がどんなハッカーになるのか楽しみにしているな。近いうちに大きい仕事を頼むことになりそうだ。また連絡。相変わらず話が長い野郎だ。真田から聞いたのか、重度のこと。あいつの話は信用するな。あいつはチームを守らずに逃げた男だ。力がなければ何も守れはしない。いやー、なんかすごいことになっちまったな。ハッカーたちの間じゃザクソン分裂の話で持ちきりだぜ。どこ行ってもその話ばっか。 K について何か分かったか。うんにゃ、さっぱり。こいつはちょっと手強い相手かもしれないぜ。俺の情報網に引っかからないってことは、古参のハッカーじゃないのは間違いないな。お前、あの後あいつから接触はあったのか？そっか、今は様子を見るしかねえな。病院からだ。エリカの退院許可が下りた。おお、長引かないでよかったな。迎えに行ってくる。にしても K のやつ、何のためにお前をデモンズへ呼びつけたんだろうな。今のところ K がターゲットに指名してきたシガもカヤバも犯人じゃなかったわけだし、誤った情報を提供してお前を混乱させようとしているとか。もしそうなら一体何が目的。忘れていたと思っていたが、
帰ろう。